噛みつけの枠後は、アスカ時代の豪族。聖は君。噛みつけの君子については、日本初期巻、第5にある、主人天皇の長男の豊木入彦の命の夢の話や、巻第7にあるその孫の彦瀬間島,島王の、東山道派遣の話、息子の御所別王の東国経営の話などが知られている。新先生四六左京項別。 教皇別噛みつけの枠後の名前が登場するのは、初期巻期、第27によると、天示天皇2年3月に、全将軍噛みつけの君枠後魔を取れン王豚、中将軍、小世信全身役後三輪君、根マロ、古将軍、安倍引田新平府、王屋新か松を、剣して二万七千人折りつて、白木を歌しむ。 とあるのが最初である。続けて6月に枠ゴラ前将軍の軍団が、白木の砂、引き圧港、二つの城を取る。という戦果を挙げたことが記されている。この、砂、引き圧港であるが、砂花、気圧港と、砂、引き、圧港のどこで区切るのかが判明していない。現在の京昌北道昇州市にあたる、砂日とすると、西から白木に侵入したことになり、 継承南道三義美にあたる三義とすると南から侵入したことになる。白月の絵での党白木連合軍との決戦はその2ヶ月後であった。その際に噛みつけの枠語がどのような働きをしたのか、そしてどうなったのかは不明である。天武天皇13年11月、発色の姓の制定により噛みつけの君子は 一族の噛みつけの三千の老なども含め、長年朝廷に尽くしてきたことにより、阿蘇の姓をたまもの組みされている。ありがとうございます。